夢を否定しても、その否定された夢は現実とは限らず別の夢に過ぎないかもしれないみたいな、すごい複雑な構造がのような世界だなと思いました。すごく今回2回目で初めて本気で共感したんですけど、今までの人生の中で死にを身近なものに思っているというか、常に意識しているべきものなのかなというふうに思ってます。時勢ってやっぱり2種類あって、本当に死ぬかどうかと状況をこう大きく変えていくときに、今までの人生にさよなら葬りたい何かがある時のための31文字っていう読み方もあるんだと思うので、これがあるから生きるとか一つ決められたら楽ではあると思うんですけど、そこに一つ一つじゃ意味があるのかっていうと、あんまり生きる意味多分ないなと思っていて、小笠原道って一回廃寺ってことにされやすいんですよ。その後まあ学問がすごかったので老中ってそこに任命され、すぐ老中決めになって。成田さんどうでした、波乱万丈の人生。意外に社会人のための C2問2023、なぜ最後にそれつぶやいたんですか。この番組は日本独特の文化時勢を通して日本人の死生観を見つめることで現代を生きる我々の生き様を考えていく番組です。一緒に時勢を味わっていただくのは、文筆家で、死について前回ねすごい深い考察してくれた成田悠介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて歌人で時勢にも造形の深い田中明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌人で、生の気を感じさせる詩集瞬きで消えていくを出版された藤宮若菜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。藤宮さんはまだお若いですけど、藤宮さんって詩ってどんな感じですか。今までの人生の中でこうすごく詩を身近なものに思っているというか、まだ年齢的にもそうでもないかなっていう人たち、お友達だったり若い知り合いだったりがこう亡くなっていくことが周りですごく多くて、そういうのを見ていてこう全然自分にとっても遠いものではないし、常に意識しているべきものなのかなっていうふうに思ってます。常にやっぱ意識して生きてるんですか。そうですね、前回もその死がちょっと遠いみたいなお話あったんですけど、あまりそう思ったことがなくて、いつもなんか今死ぬかもなっていうふうに思いながら生きてることが多いです。そんなちょっと藤宮さんの、お話も交えつつ今日は、時勢をですねまた味わっていきたいと思うんですけれども、じゃあ今回ご紹介する時勢はこちらです。夢よ夢、夢超夢は夢の夢、浮世は夢の夢ならぬ夢。なんすかこれ、ふざけてるんですか田中さん。いやですごいですよ、この小笠原長道っていう作者名を全く知らなかったんですけれども、でもすごく音で聞くと難しいかもしれないんですけど、夢よ夢、夢超夢は夢の夢、浮世は夢の夢ならぬ夢。夢っていう言葉がほとんど夢で肯定的な読み方をしているのに、一つだけ夢ならぬ夢っていう、 こう否定形を一個だけ入れながらっていうですね、ものすごく実は技巧的な歌でもあるんですよね。でも、31文字を読むときに最初の言葉と最後の言葉を合わせるっていうことって実はあんまりなくてですね、でもこれは夢から始まって夢で終わっていく、なんかもうそれ自体がこの夢よ夢、夢超夢は夢の夢、浮世は夢の夢ならぬ夢、なんかもう全体が結局夢だったんだよねって、夢か幻か分からんぞっていうようなことを言わんとしているのか、でも最後を夢ならぬ夢ということでしっかりなんか体言止めでまとめているような感じもするので、作者がいっぱいここに、いろんなものを交えながら、夢って何なんだろうか、この浮世は夢の夢ならぬ夢、一読して耳だけでこう感じようと思ったら分かりづらいかもしれないんですけど、多分作者のこういい感じでぼかしていこうとする感じと、自分でも手探りでちょっと分からないこう漠然とした感じの場所にあえて表現しようとしてるっていう感じもあって、
あの歌へのチャレンジとしてはすごく面白い歌だなというふうに私は思ったんですけれども、いかがですか。はい、これはもう読んでいる音の感じですごく夢らしいというか、ちょっと悪夢みたいな何回夢って言ったらいいんだっていうくらい、こう悪夢みたいな感じもあるんですけど、ひたすらこう夢っていう言葉を繰り返していく感じが現実ってそうなんじゃないかなっていうふうにすごく思って、夢の中、本当に見る夢の中でこう意味が分かんない構成だったりストーリーだったり、急になんか場面が飛んだりとかってあると思うんですけど、現実も結局もうちょっとこう俯瞰的に見たらそうかなと思って、いろんなことがあったり上がったり下がったりすることってこう本当に夢みたいで、結局目が覚めるまでにいろんなことがあるけど、でも夢だなっていうふうに思うので、すごくいい歌だし分かるなっていうふうに思います。しかもですね、これ夢だけを語ってるんじゃなくて、普通は夢なんとかしないとかって、その夢っていう言葉も言外で作者をにじませてるんですよ、うん、2種類の夢、今で言うドリームの方の夢と、うん、もう一つ夢何々しないっていう方の使い方の夢とかけられているので、だからまたその両方を作者が意図的にやってるから面白いんですよね。成田さんどうでした？その夢ならぬ夢っていうのに加えて、夢の夢っていう表現も出てくるじゃないですか。でこれはなんかある意味その夢の中の夢みたいな、夢の階層みたいなものをちょっとほのめかしてる感じがするんですよね。でそうなってくると、その夢ならぬ夢みたいに夢を否定しても、そこに立ち現れてくるものはまた別の夢に過ぎないかもしれないじゃないですか。でそういう形でその夢と現実とか、現実と幻みたいなものをなんか対立させたり、あるいは現実は夢に過ぎなかったみたいなことを言うだけだとただただ陳腐なんだけれども、それの夢そのものの否定が入っていたり、夢を否定してもその否定された夢は現実とは限らず別の夢に過ぎないかもしれないみたいな、すごい複雑な構造が意外に埋め込まれてるんだなと思って、インセプションのような世界だなと思いました。インセプションって何でしょう、ごめんなさい。映画です。ああ、なるほど。今の見解どうですか。はい、映画のようなっていう感覚もそうですし、なんとなく私がこれをずっと音でこう聞きながら思ったのは、この世とあの世をお手玉でキャッチボール自分でしてるような感じっていう、そのなんか自分もどっか楽しみ始めてしまってるような、この世あの世のお手玉感っていうのがこの歌の中では独語感としてあるなというふうに私は思いました。ありがとうございます。これ俺、まあ、なんでこれ選んだかっていうと、まあ、歌としてもいいですね、はい、音がいいし、まあ、どっちだろうって深く考えるような歌もいいんですけど、なんか俺、まあ、今回成田さんもいらっしゃるって聞いて、なんかすげえ数式だなみたいに思ったんですよ。なるほど。なんかこれプラスとマイナスみたいな、はい、って言ってくと結構なんか、まあ、仮説ですよ、これどう捉えるも自由なんですけど、はい、なんか数式っぽく捉えていくと、はい、結構面白いなと思ってて、これ仮に夢っていうのは寝てる間の夢以外にこう現実の不確かさみたいなのも夢っていうじゃないですか、うん、はい、まあ、それだと、まあ、夢は夢は現実じゃないですか、はい、だから現実の世界はみたいに、はい、なんかこうやっていって、現実の世界は、まあその不確かであるということは、夢は夢の夢ってことはこれ夢ってことじゃないですか、はい、夢で浮世も夢の夢ってことは夢ってことじゃないですか、はい、だからこう数式として処理していくと、なんか言いたいことがこう見えるのかなみたいな読み方もあるなと思ったんですよね、はい。れなりさんどうですか、数学者じゃないですか経済学者的には今の、うん、なのでその肯定と否定みたいな論理構造とか、あるいはその夢の中の夢みたいな階層構造みたいなものを感じさせるので、まあその数学的な構造って言ってもいいし、ちょっとその建築的な構造みたいなのを感じさせます、ね、そうですね、建築学的な構造って、うん、なりさんどうですか。つまりその、なんか夢の何階建てみたいなのが存在しているような感じで、しかもそれぞれの階の中にその夢を否定した後に出てくるような隠れ扉みたいな裏道があるような感じがして、それがさっき言ったそのインセプションという映画の構造とちょっと似てるなと思ったんですよね。
その映画も、要は、登場人物たちが夢の世界に入ったりとか、その夢の世界でもう一段深い夢の中に入ったり、一段戻ってきたりするみたいな構造を埋め込んだ映画なんですよ。で、それに近いものをこれだけ短い一句の歌の中で作り出してるっていうのは意外にすごいことなんじゃないかっていう気がしてきました。すごく今回2回目で初めて本気で共感したんですけど、成田さんとすごい建築的っていうフレーズにものすごく反応したんですけど、なんか設計図っていうか作者の中でもわからない設計図みたいな感じがあって、隠し扉みたいなのが自分でも作ってるうちに分かんなくなっていってしまってみたいな感じっていう、そのこれ建築のところで意識して読解しようとすると、すごくその扉感の中で見えてくるものがあるだろうなっていうふうに思っていたので、すごくドッピシャリだなと思ったんですけど、で建築的なのと同時にもう一つこの歌のこう工夫というかですね、叙情性があるのは、夢よ夢って夢に語りかけるところから始めてる、この世の使い方っていうのが実はものすごい生きてるんだと思うんですよね。一見数式的にも建築的にもすごくこう科学的な感じで並べているものが、でも夢よ夢ってこう語りかけるようなところから入っていくっていうところの手法も使って導入にしているので、なんかファンタジーの要素をもう分かりながらのこの世っていう言葉の使い方してる作者だなというふうに思って、ちょっと改めて小笠原中道ちょっと知りたいな、どんな人だったんだろうなっていうのも探求したくなりましたね。小笠原中道ちょっと背景だけ説明してちょっと次の歌を作りたいんですけど、小笠原中道って、この歌をですね読み解く補助線みたいな人生をすると、結構夢かうつつか夢かうつかみたいなことを繰り返した人で、まず2歳でお父さん死んじゃうんですよね。で、お家断絶の危機に瀕しまして、当然大名の家だったんですけど、で、お家断絶の危機に瀕するとですね、どうなるかっていうと、普通はなんかこう、2歳でも大名家継げるんですけど、長崎の方だったんで、長崎って幼少なんで2歳で継げないってことで、2歳はちょっと継がせねえぞみたいな空気出て、一回廃人ってことにされるらしいんですよ。あの人はもう廃人だから、ちょっと一回スルーしてくださいみたいな環境でずっと育てられ、でもそこでもずっとこう、こそこそ勉強して、勉強で結構頭が良くて名声が高まって36歳ぐらいでようやくやっぱ後継ぎにしようみたいな空気が出てきたっていう、こう、波乱万丈の前半生があって、その後やっぱりその実績が、本当に学問がすごかったので、老中っていう幕府の一番ナンバーワンですよね。大老を除くとナンバーワンでそこに任命され、結構幕末勝手に活躍してですね、生麦事件とかでこう、賠償金勝手に払って問題解決してる、結構辣腕を振るんですよ。ただ、その後結構歴史上稀に見る人で、その後武装上洛みたいなものを図って老中悲鳴になって、これは14代将軍助けようとしたんですけど、悲鳴になって、でその2年後にまた老中になって、でまた長州征伐失敗してすぐ老中悲鳴になって、でその1ヶ月後かな、また老中再任になって、で最後外務大臣になって、外務大臣になったんだけど、最後大政奉還でまた全て失うみたいな。でそのまま失ったままもう数年ですね、幕府型として最後函館の方まで行くんですけど、戦いながらですね、会津と函館行くんですけど負けるじゃないですか。でこの人面白いんですよね、やっぱそこで普通降伏するんですけど、なんか急に行方不明になるんですよ、はい、でよく分かってないんですけど、どっかに潜んでて、それでひょこんと現れて、余生はもう一切こう公職に就かずにひっそり暮らしたみたいな人なんですよ。だからこう激しい振り子のような夢かと思ったらまた夢でみたいな、そんな人生だったんですよね。藤宮さん、どうですか、こういう人生。辛いし、なんかちょっと現代と多分感覚が違うのであれなんですけど、これよくこうところどころでよく死ななかったなと思うことがあって、まず廃人として育てられて、もう人間として扱われてないというか、放っておかれたり、こう嫌がられたりみたいな状態で育てられて、で36歳までちゃんと生きてお勉強して後を継ぐところまで行ったのがすごいし、自分だったら多分これは途中で死んでいるなっていうくらいの人生だなと思います。こういうちょっと波乱万丈の人生だったんですけど、それを補助線に僕さっきの歌を読むとすげえ簡単に訳すと、さっきの数式理論と、建物構造理論もそうかもしれないですけど、言うと、はじめ主語が夢は現実世界とは、はい、不確かなものがないとは思っていたけれど、
まあ、実はその右京って辛い世の中ってことですよね、うん、辛い世の中っていうのは実はそうじゃなかったのかもなみたいな、なんかそんな歌に読めるんですよ、うん、なんか結構この人こう幕末の動乱の中でなんか信じるとこあって幕方についてずっと苦しい思いしてきたんですよね。でもその後子供がいたんで、まあ、子供をまあ育てたりですね、面倒見ながら最後結構寿命を全うしたんですけど、平穏な暮らしをしたんですよ。自分が想像してたものと違う世界があったんだけど、それは決して辛いものではなかったみたいな歌に読めるんですよね。それが現実だったんだみたいな、その時夢だと思ったものが実は夢で、現実世界っていうのがなんかそういうものかなと思ったんですけど、田中さんこの解釈どうですか。はい、いや、あの面白いなと思いましたし、何度もこの人生の途中で自分の人生諦めようとしてっていう、もう自分あの実際には死なないけれども、こう自分から自分を、過去の自分を葬ろうとしたっていう場面が何度も何度もあった人なんじゃないかなというふうに思うんですね、うん、でなのでこう時世ってやっぱり2種類あって、本当に死ぬかどうかと、何か一つの状況をこう大きく変えていくときに、もう今までの人生にさよなら、新たな人生に向かってっていう中で、一区切りのための大きな時世として、あの葬りたい何かがある時のための31文字っていう読み方もあるんだと思うので、この今あの半生をこう振り返っていた時に、何度も自分が自分も諦めそうになってしまったりって場面あったのかもしれないなと。でもその中でも、でもやっぱり信念のような何かがあるから、あの新たにまた立ち上がってきたりっていう状況 で最後ひょこんと現れて、でその後あえてもう公職にはつかず、ちゃんともっとなんか違うところにあの尊さや価値を見出そうとし、もしていたのかなとも思ってですね、やっぱ この人の反省面白いですし、この夢っていうものの取り方によって随分変わって、逆のようなというか変わってくるものでもあって、ちょっと面白いなと思いますね。よくこれ見つけてこられましたね。そうですね、本当に時勢、はい、発掘マスターなんで成田さん、どうでしたこの歌を、あのここまで議論聞いてみて。さらに思ったのは、例えば夢は夢の夢とかっていう表現あるじゃないですか。でそれって和とののどっちが先にくっつくのかみたいなのがわからないですよね。そういう意味でこうちょっとその意味自体が確定できないようなふわふわした側面も同時に持ってるのかなと思うんですよね。と考えていくと、さっき言ったみたいな否定とか階層性みたいな構造性とか論理性、数学性みたいなのがあると同時に、それを壊していくような、あの意味を確定することを拒んでくるような側面まで入ってるのかなっていう気もしてきました。面白いですねこれ。僕も数式的なとか建築的なこう構造で捉えると面白いかなと思うんですけど、だけど日本語の助詞ってすごい面白くて、助詞ってすげえ曖昧だから、助詞の取り方によって絶妙に意味が変わってきたりしますよね。そうですね。それも短歌の面白さだと思うんですけど、まあ、ちょっともう一つ、人生結局よくわからなかった、人生意味不明系でした系の、あの面白いあの和歌があったんで、これちょっといいですか。たらいからたらいへ移るちんぷんかんぷん。ダメ切った歌ですもんね。わかりますね。わかりますね。これあの、まあ、一応伝小林しさって、小林しさかどうかちょっと怪しいところもあって、後世の美作説もあるんですけど、まあ、小林しさって言われるとぽいなみたいな。田中さんどうですかこの。はい、あの僕小林しさ大好きでですね、うん、ある意味、先ほどの、あの人じゃないですけど、廃人みたくな存在の生き物に対しての、うん、眼差しの優し大きさというか、ちゃんとそこを主人公に立てながら17文字、うん、俳句で読むことができる小林一茶という人、面白いなというふうに思ってたんですけど、たらいからたらいへ移るちんぷんかんぷん、なんかちんぷんかんぷんっていうところのこうすごい字余り感と、でもなんかあの面白いタプタプしてる感じっていうところを、うん、ひらがなで全部表現しながらっていうあたり、あの確かに一茶と言われればそうなのかもしれないですし、一般的には小林一茶の時世の句という言い方をすると、ああママよ、はい、生きても亀の万分の一、どんなに生きても自分の人生っていうのは亀の一万分の一なんだよっていうことを言ってるっていうのが、小林一茶の時世の句というふうに一般的には語られるんですけれども、こういう句を読んでいてもおかしくないだろうなと、うん、このちんぷんかんぷんのまとめ方のあたりが一茶らしいと言われれば、うん、確かにそうかもしれないなというふうにも思いましたね。姉さんどうでしたこの歌、たらいから、まああれですね、産湯を使うわけから完成ってことですかね、はい、
まあ、さっきの歌は投げやりなように見えて深い構造がありそうだったんですが、これは投げやりなように見えてただ投げやりって感じもあるしてきました。やっぱ偽作かもしれないですねこれね、うん、投げやりだただですね、うん、あの本当にもっと投げやりだったらちんぷんかんぷんっていうところをもうちょっとなんかそれっぽくたらいからたらいへ移る、ほにゃららっていう感じで比較的無難なものでまとめるような気がするんですけど、うん、あえてちんぷんかんぷんっていう中にうん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 っていう言葉の全部に、うん、うんっていう一番最後のあか、まあ、今で言うあから始まってんで終わるみたいなところで言うとこのなんとかん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 っていう言葉を入れていくっていうのは偶然では決して必ずしもやらない手法だろうなと実作者として実感するんですよね、うんうん、あのチンプンカンプンってなんか投げやりな感じには見えるかもしれないけれどもそこで一寸法師じゃないですけどなんかあのお椀で、ゆらゆらあの揺れているっていう風な感じも醸し出したかったのかもしれないですしこのチンプンカンプンっていう8文字の中で川の流れに近いような何かを、うん、あの描きたかったたのかなってあの本人が言ったかどうかは分からないですけれども、うん、あのそんな見方もできるのかなというふうにこう実作の感覚として思いましたね、うん、面白いですねいろんなまたこう解釈できるわけですけども藤宮さんそもそもちょっと今回は生きるってなんだっけみたいな歌いっぱい見てきましたけど、はい、藤宮さん生きる意味って何でしたっけ私はあんまり生きる意味多分ないなと思っていてなんかこれのためにとかこういう意味があるから生きるってなんかそれをこう過程として決めてしまえば多分楽ではあるんですよこれがあるから生きるとか子供を残すから生きるとかそういうのがこう一つ決められたら楽ではあると思うんですけど本当にこのたらいからたらい移るちんぷんかんぷんみたいな感じでなんかどこかからどこかへなんとなく移ってはいるんだけどそこに一つ一つじゃ意味があるのかっていうと多分ないしちんぷんかんぷんでしかないけどただこう生きているんだなっていう意味はないですありがとうございます。ちなみに2023年も日本財団では遺言をテーマにした川柳遺言川柳を募集中です、応募期間は11月1日まで詳しくは概要欄をご覧ください。また遺言書による寄付遺贈寄付人生最後に社会貢献できる遺贈寄付も日本財団遺贈寄付サポートセンターにご相談いただけるとなんかそういうのがあるらしい、まあ、遺産を寄付したりして社会貢献できるみたいなシステムなんですけど日本財団がそういうのも、相談やってるということです。ちなみに、こちら、その遺言川柳ですね、2023年もやるんですけどこの過去のね詩をやった本があるんですけどなんか好きな歌ありますか。藤宮さん田中さんに言うかな。藤宮さん愛してたと一緒に最後の嘘を書きっていうのがあります。嘘なのかあちょっといいですねその頃は、うん、これなんかえ嘘って思ったんですけど愛してたって過去形で書いてあるので本当は愛してるなのかなって思ったらすごく愛してたってこう恥ずかしいから書いてしまうかもしれないけど本当は愛してる今も愛してるんだっていう意味なのかなと思って。うーん深いですねこれいいな。はいすいません田中さん遺言書読めば親父の声がする、うん、これでやっぱり遺言書ってあの紙で書いてあるもののように見えながら実は本当に体温のあるものっていうのは声が聞こえてくるんだっていうここがやっぱりいいなと思いましたね。この作者にとっては親父でしたけれども、うん、人によってあのお袋だったりあの妻だったり夫だったりいろいろ人は変わるかもしれないんですけれどもちゃんと声のする遺言書書きたいなと思いましたね。これってね、死んじゃうと忘れちゃうんですよね。思い出さないんだよな、俺もおじいちゃんとおばあちゃんとか。動画を見るしかないですよね。うん、いや難しい。まあ、死とか、またですね、遺言や人生を通して来週も死を考えていきたいと思うんですけども、次回のテーマは、諦めようとりあえずです。さよなら。